韓国歌手カン・ダニエルが小学生時代にいじめられていたことを告白した。カン・ダニエルは去る6日韓国で放送された KBS 2テレビクイズバラエティ、屋根部屋の問題児たちに出演し、いじめ体験アプリケーションに関する問題後、学生時代について言及した。彼は小学生の頃、引っ越しが多く転校ばかりしていた都市、あの頃、たくさんいじめにあったと述べた。続けて転校生に対する嫌がらせだったと思う。新しく来たものが気に入らなかったようだと淡々と明かした。カン・ダニエルはまた、小学4から5年生の頃、上級生からお金も取られたし、目障りだと殴られたこともあった。彼らにとっては遊びだったと言及した。韓国スタバのサラダに生きたムカデ混入か。スタバ顧客センターの反応テイクアウトは会社側の責任はない。店舗外で食べたからとの理由。MBC のニュース番組が伝える。A ピンクパクチョロンの高校時代の暴力印象を暴露した A さん。通話内容も明らかに、暴力も認めるような発言か。A さん。当時、みんなが私に我慢しろって。あなたが酒を飲んでるから我慢しろって。チョロン、その時ちょっと頭に来てた。A さん、どうして。チョロン、私、好きな人がいたでしょ。A さん、その子、私と付き合ってたよね。他の子たちからチョロンが A を殴らなきゃって言ってたと聞いた。そしたらあなたが頬を叩いて膝を蹴って、私は膝にあざができた。親友もそのことを覚えている。あなたは忘れたの。チョロン、忘れられない。A さん、私がこんなに苦しんでいたことを知らないでしょ。テレビに A ピンクが出ても見なければいいと思って生きてきた。でも最近、私が被害者なのにどうしてこんな風に生きていかなきゃならないのかと思うようになった。チョロン、ごめん、本当に。だから私もあの時、当然してはならないことだし、とにかく話をするべきだったのに、その場で私もちょっと腹が立っていた状況だったと思う。シャイニータイミン、儒教パンツが韓国で話題。新たに公開されたティーザー写真に登場するデニムのパンツ。元々の絵柄はビキニの女性。儒教の国韓国では問題になる余地あり。幼い時に磨いておいた塗り絵と着せ替えの実力で絵柄をリフォーム。儒教パンツが完成。